マデイラ島は首都リスボンから南西約1000キロに位置します。発見された当時、深い森林に覆われていたため、ポルトガル語で木を意味するマデイラと名付けられたという、豊かな自然あふれる火山島です。また年間平均気温が20度前後という温暖な気候、青い海と輝く太陽、年中咲き乱れる色とりどりの花やフルーツ島、南国情緒あふれるマデイラ島は別名大西洋の真珠と呼ばれ、ヨーロッパ屈指のリゾート地です。海抜580メートルのジラオン岬は世界で2番、ヨーロッパで1番の高さを誇ります。海から垂直に切り立つ断崖絶壁からの眺めは素晴らしく、美しい大西洋が広がっています。展望台の床はガラス張りになっていて、真下の海が見え、スリリングです。マデイラ島の照葉樹林とは、マデイラ諸島の種子島であるマデイラ島に分布する照葉樹林原生林、ラウリシルバのことを言います。氷河期以前から存在している世界で唯一の原生林で、1999年に世界遺産に登録されました。600年以上前の月桂樹の木がある森です。ポルトモニスは、フンシャルの北西約45キロ、島の北西部に位置する海沿いの町で、この町の海岸は、かつて流れ出した溶岩が固まり、その溶岩によってせき止められた海水がプールのようになっています。Paulo da Serra, do you know?
サン・ビセンテ洞窟は、約89万年前に、ポール・ダ・セラの火山噴火から、溶岩が海に流れ落ちたことから形成されました。洞窟は、1996年10月1日に一般に公開され、ポルトガルで最初に開かれた火山起源の洞窟の一つです。ピコ・ド・アリエイロは、高さ約1800メートルのマデイラ島で3番目に高い山で、切り立つ山の頂は、白い雲が広がる絶景です。その雲海の間から、尖った山々などがパノラマで見え、原始的な地球を感じることができる、まさに天空の山です。フンシャルは、ポルトガル領マデイラ諸島の主島、マデイラ島の中心都市で、同諸島の人口の大部分が居住しています。古い年代記によると、最初の植民者たちが、フンシャルの地にやってきたとき、甘い香りを放つ野生のハーブ、フェンネルが生い茂っていたといい、このフェンネルが、都市名の由来になったとされます。キリスト騎士団が建てた大聖堂やサンロレンソ要塞をはじめ、ポルトガル植民地時代の建造物が数多く残っています。ペスタナホテルズとフンシャル出身のサッカー選手クリスティアーノ・ロナウドの共同経営による四つ星ホテルです。ミュージアムも併設しています。サンロレンソ宮殿は16世紀前半に要塞として建造されましたが、マデイラ諸島の総督の邸宅として使われ、宮殿としての増築が加えられていきました。ジョアン・ゴンサロベス・ザルコは初のマデイラ諸島到達を果たした海洋探検家です。アリアガ通りの東端に位置するこのカテドラルは、ポルトガルが本土以外に建設した最初のカテドラルで、15世紀後半にキリスト騎士団によって作られました。ラブラドーデス市場はポルトガルで一番美しいと言われる市場です。花売りの女性は伝統衣装を身につけています。
シャル観光を終え、送迎バスでホテルに戻ります。マデイラ島の断崖に立つ5つ星ホテル、ペスタナグランドオーシャンリゾートホテルで3泊します。